ところに人のようなものが立っているように見える。ん？が、話をしている背後の押し入れに手のようなものが映り込んでいる。いや、知らない。そんなんじゃない。テレビ CM に映り込んだ心霊映像。おはい、はい、ということでね、はい、今日はもうテレビと CM に映り込んだ心霊映像を紹介するわけだけども、そうですね、まあ今回すごいの映り込んでますよ。あ、いやいや、まあまあそうなんですけどね、ものすごいもの映り込んでますし、まあまあそうね、もう今回もね、皆様がもう度肝を抜くような映像を揃えてますから、いや素晴らしいですね。やっていきましょう。待てよ、はい、お前そのまま進めんだって、さすがに。なんでですか。いや、2人しかいないんだよ、今。2人しか、なんか今日やけにやりやすいけど。え？最初のなんかわけわかんない一言がないから。あれ邪魔なんじゃない。ハリウッド。ハリウッド。びっくりした。Welcome to Hollywood。Welcome to Hollywood。繰り返して言ってるだけだからさ。繰り返すしかねえもん。毎回思うけどあれ。あれで一回難しくなってるもんね、毎回動画。もう毎度毎度でもあれが恒例みたいになってるじゃん、ちょっと。確かにね、うん、ということで今日は台風の影響でマイクがお休みになっております。すいません。最小人数じゃないですか。最小人数だね。3人でお送りしてるもん ね今日もジョンタもリョーチンも、うん、マイクもいないからね。そうね、まあね、うん、人数は少ないですけども、はい、いつも通り元気もりもりでやっていきましょうか、はい、お願いします、はい。その前に、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。それではテレビ CM に映り込んだ心霊現象を掃除していきましょう。ベロリンティア。はい、それでは最初の心霊映像は、はい、ドコモのポケベルの CM に映り込んでしまった心霊映像。ほうほうほう。図書館で勉強している設定なのだが、うん、眼鏡をかけた男性の横に恐ろしいものが映り込んでしまったという映像になっております。ほうほうほう。見ていきましょうか。こちらです。昔だね。そうだね、ポケベルだもん。今までポケベル男性、うん、ほう、はい、という映像なんですけれども、ちょっと分かんなかったですね。気づきませんでしたか。全然ちょっと分かんなかった。前もこれ誰もいないですよね。ほら、返してよ。あ、これ？はい、今のか。ほう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 。分かりましたか。うん、なんだ今の。割烹着を着たような男性がこうじらっとこう出てきてた、ね、見てたね。完全にいたねってものなんですけれども。何今の。一応解説しましょうか、はいはい、解説すると男性の横の本棚のところに人のようなものが立っているように見える、うん、ほうほうほう。前の画面にはおらず、その一瞬だけ現れる姿から霊なのではないかと囁かれてしまったというものなんですけれども、うんうん、だから僕はあの CM に何回も出たことあるんでわかるんですけども。なんだその前置き。僕 CM に何回も出たことがあるんでわかるんですけども、すごい嫌な前置きなんだけど何それ。あのね、 CM って何カットも何カットも細かくやるじゃないですか。まあまあ確かにね、うん、僕たちもオープニング撮影ね、うん、今新オープニング流れてる最中ですけど、あれもね、もう細かく何カットも何カットも撮って、うん、いっぱい撮りましたよ、ね、いろんなとこ繋ぎ合わせるじゃないですか、うん、だからそのカットごとにね、これがワンカットじゃないと思うんで。ああまあまあそうかそうかそうか、うん、うんうん、ってのあると思うんですが、うん、にしてもチェックの段階であれ気づくよな、うん、と思うけどね。あんだけまあ言われたらもうはっきりといるじゃないね。本棚にこうやって完全にこう見ちゃってるっていうね。そうね。でもあんなに意味わかんない位置に人がいんのもね、うん、だからね、これだから俺たちがよく言うさ、編集後に出てきてしまってる現象あるでしょ。ああはいはいはい。撮ってたり編集の段階ではないけど、そう、もう編集終わってアップしたら出てきちゃうみたいな。あー、たまにあるよね、それね。それの可能性もあるんじゃないかな。ええー、うん、そうなると防ぎようがないもんな。どうしようもないもんね。そうね。だからこのブルブルって震えてるっていうのが何に対して震えてるのかっていう。あ、恐怖みたいなこと。難しい話にもなってきちゃうしね。いや、それ捉え方だからね。一応これは CM でポケベルがブルブルしてるってことでしょ。そうだからね、一緒にいた人はそのブルブルしててさ、うん、ブルブルしてるってなるけど、この
人に関してはその本当にポケベルでブルブルしているのか。ああそういうこと。そうよ、実は横でこうなってるみたいな。そうそう違う違う違うそんなんじゃない言えないじゃん別に。はい、続いての映像、1997年11月17日にフジテレビで放送された、スタッフオンリーというドラマに映り込んでしまった心霊映像。当時奇跡体験アンビリーバボーでも取り上げられた、衝撃映像となっているわけなんですけど、ね、発音ちょっと変だったけどね、はい、奇跡体験アンビリーバボーじゃね、奇跡体験アンビリーバボーってあんま言わないけど、ね、いやいやいいいいじゃん、奇跡体験アンビリーバボーって、うん、そんながならないから。今所さんとかでしょ、所さん、武さんとかそんながならないから、うん、にも捉えられた映像ということで見ていきましょう。はーはーはー、はい、うわ気持ち悪っ、ほうこれすごいよね。はい、という映像なんですけれども、はっきり生首だけあるような感じだね、みたいな感じだね、青白い顔、青白い顔、気持ち悪い、映り込んでしまってると、うん、でこちら解説いたしますと、うん、扉の隙間からモノクロの男性のような姿が映っている、うん、配置的に人が立っているのは考えにくく、うん、プロデューサーは、スタッフにこのような人物はいないと語っていると、うん、果たしてこの人物は、幽霊なのか、はたまた、その人間なのかということなんですけども、めっちゃ映ってたけどね、はっきり顔だったけど、はっきり顔だよ。これはやばいよ、これやばいね、だから本当にね、なんか顔作ってるみたいなぐらいのね、なんか、うん、役者の顔みたいな確かになんか2枚目風な感じの顔してる、しっかり写るならしっかり写る、潜在写真撮ってるみたいな顔してる、確かにね、このねちょっとしかめっ面してる感じがね、確かにね、いたら注意されるしな、こんなところに多分ね、いやされるされるだし、いやプロデューサーがこんなスタッフいないって言ってるのがやっぱり一番おかしいよね、確かにね、だからもしかしたらこの建物自体がそういう、もしかしたら誰かが亡くなってしまっていた物件なのか、はははははは、ね、とかまあ誰かのについての力量なのかね、あはい、続いて2002年に公開された映画、うん、このぐらい水の底からというホラー映画の、ラジオ CM で収録されてしまった心霊現象だと、うんうんうん、映画を紹介する CM が流れている中でとんでもない音声が入り込んでしまったというものなんですけれども、見ていきましょう、こちらです。98年リング、99年リング2、2000年リングゼロ、そして2002年、魂を揺さぶるグランドホラーが誕生する。原作鈴木浩二、監督中田秀夫、このぐらい水の底から、はい、怖っ、はっきり殺すって言ってたね今ね、あえてではないのかこれは、いやあえてなのかな、要は話題作りみたいなこと、まあホラー映画だからっていうのはあるじゃない一応さ、まあ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 、いや俺このぐらい水の底から、俺今まで見た中で一番怖い映画なんですよ、ホラー映画なんですよ、怖いよねあの映画ね、めっちゃ怖いの、うん、あんな怖い映像を作った人がね、うん、こんなきな臭い演出しないと思うよ俺あこんなチープなことはしない、チープなさ、あ誰でも思いつくようなのはあえてしないと思うね、まあしかもタイトルだしね、うん、タイトルはちゃんと聞かせようとするか、じゃあもう一回聞いてみましょうかね、うん、98年リング、99年リング2、2000年リングゼロ、そして2002年、魂を揺さぶるグランドホラーが誕生する。原作鈴木浩二、監督中田秀夫、このぐらい水の底から、いや怖い、やっぱ鳥肌立つねこれちょっと、うん、はい、一応こちら説明いたしますと、タイトルであるこのぐらい水の底からを読み上げている最中にはっきりとした女性の声で殺すと入っている、うん、ホラー映画であるため演出などではないかという意見もあったが、うん、そのことに関して公式から何も説明はなかった、果たして真相はということで、
知ってて聞いてるからまだ覚悟ができるけどさ、知らないで聞いてたらやばいよねこれね。だから分かんないけど考えられる線としたらさ、うん、まあ、ブースでさ、うん、2人でこうやって多分仲悪い、うん、そのアシスタントとパーソナリティがいて、でイライラしてたんで多分2人でその CM 中ね、いやさっきのトークテーマでさ あそこで広げられたのは何なのって、いやマジそんなんだったらさ、ほんと殺すよっていうタイミングでちょっとだけ株が上がっちゃって殺すにしてもさ、でもこうささやく感じではあったじゃん、殺すって、うん、それから言われてる方が、うん、殺すって言ったのが入っちゃったのがさたまたま、たまたま一瞬だけ株上げちゃったってこと、ここで貧乏ゆすりしてたのが親指がちょっと引っかかってキュッとこうで、たまたまホラーだったからまあ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 そうそうそう、これは怖い現象だぞになったけどみたいな、うまいこと言っちゃったねっていうなってるのか、不幸中の幸いみたいな、ね、はい、続いての映像、2018年4月2日に放送されたフジテレビの番組、目覚ましテレビに映り込んでしまった心霊映像、ニュース番組ですから ね、地震によって、倒壊の危険性があるマンションの住人の方にインタビューするという内容を特集していたのだが、ある住人の方へのインタビュー中ありえないものが映り込んでしまったというものになっております。見ていきましょう、こちら。うわ、え、怖っ、めちゃくちゃはっきり映ってる、はっきり映ってるんですけど、もう一回見ていきましょうか、うん、もう冒頭、このタンクの中ですね、うわ、これやばいよ、これ怖っ、でも映ってない、映ってないね、次の場面では。はい、こちら解説いたします。住人の女性が、話をしている背後の押し入れに手のようなものが映り込んでいる、あまりにもはっきり映っているため SNS 上で話題となった、果たしてあの手の正体はということなんですけど、怖っ、垂れ下がってる手みたいな感じだよね。そうだね、だからそのマンション自体がそういうことなのかね、なのかな、まあその、ね、地震によって倒壊の危険性があるマンションの住人ということなので、じゃあなんで、うん、地震によって倒壊しやすい建物なのかと。ああ、なんか何、いや頭を使って考えればね、うん、わかる、地盤的な、いやいや地盤じゃなくて、そんあれか、違法建築みたいな、だ違法建築だってさ、うん、姉派さんっていたでしょ、姉派建築士、うん、いたいた、うん、ね、とんでもない、そう、ね、やばい人いたじゃないですか、やばいやついたよ、でそういうのがあって厳しくなってるのよ、もう多分相当厳しくなって、そういうのはもう軒並みもう新しく建て直したりとかしてるわけ、で2018年4月2日だから割と最近じゃないですか、そうだね、うん、で地震によって倒壊の危険性があるってことは、うん、そのしっかりとそういう建築法が新しくなって、うん、建物自体もちゃんとしてるはずなんだけどね、うん、見直しだったりとかあるからさ、うん、だからそういう建物自体のもう地盤とかがもうそれこそそうね、いみちみたいなことがあって壊れやすいとかさ、あ、地盤で合ってるってことじゃん、いや、お前の言ってる地盤ではない、なんだよそれ、それ何、俺が最初に言った地盤って言ってたじゃん今だ、じゃそれお前の地盤ではない、やめろよお前、何変な友達、それお前の新しい友達すんなよお前、お前のとは全然違う、違う意味わかんねえから、じゃ地盤でしょ、だから地盤が緩んでるかわかんないけど、なんかそういうので、そうだ、俺の地盤はね、な、なんなの、俺の地盤の方の話では、同じ地盤の話をしてるはずではあると思うんだよな、な、意味わかんねえ、はい、続いての映像で最後になります、はい、日本で放送されたとある心霊特番で捉えられた心霊映像、うん、沖縄県の最南端の地で戦死した兵士を供養する儀式を撮影していたところ、うん、とんでもないものが映り込んでしまったというものになっております。見ていきましょう、こちら。それは戦死した兵士を供養する儀式を撮影している時のことだった。こういうのやるんだね。ねえ、儀式開始2時間後、沖縄ってこういう儀式とか大事にしてるもんね。周囲に違和感を感じたのか、撮影していた暗視カメラがそのありかを探り始める。するとその時、画面中央にカメラは今までそこに存在しなかった人影が浮かび上がるのを捉えたのだ。なんかいるな。うん、本当だね。あたかも息を殺して儀式を見つめているかのような3つの人影。うん、
人影だね、はっきりいるね、うん、それがこの世のものでない証拠に画面の中を消えては現れるように移動を繰り返しているではないか。これ何？果たして彼らの正体は、そして何を訴え現れたのだろうか。はい、という映像なんです。映ってるね、はっきりと。はっきりいるね。最初一人だったのに二人増えて、一、うんね、人消えたと思ったらまた現れてっていう。消えたり出たり、消えたり出たりみたいな、うん、そうだね。いや、どうなんだろうか。まあ沖縄ですからね、沖縄最南端っていうことで、うん、まあ、沖縄県僕たちももう2度ほど行ってますけど、うん、まあ何があってもおかしくない土地だっていうの。僕はもう誰にどこが一番怖かったって言ったら、もうどこが怖かったって聞かれる前に沖縄と答えるんですよ。あ、どういうこと？と言われそうな雰囲気があったら答えてない、答えてないじゃんそれ。あ、心霊答えるになってないから、それに答えてるんですよ僕は。言われたら答えるになるけど、で言われる前にもう答えますから、ね、答えるか意味わかんない。別に言われそうな雰囲気あるじゃないですか。まあまあまあ、ね、確かにね、うん、あの、心霊スポット行ってるんだって、うん、じゃあさ、うん、まあ、これも絶対聞かれる。もうこれが起きたら、うん、沖縄です。ってなるじゃん。なんで分かったの？いや、だって今どこが一番怖かったって聞こうとしたでしょ。うん、だからめちゃくちゃ怖えよお前。嫌われるからやめな。それくらい怖い場所なんですよ沖縄ね。確かにちょっともう違う場所だよね沖縄も。本当に、ね、こちら、儀式の途中カメラマンが暗闇の人影のようなものを発見する、うん、アップしていくとはっきりと3人の姿が、消えたり現れたりを繰り返して映っている、うん、左に映る人影は兵隊がつけている懸章のようなものをつけているようにも見える、うん、果たして成仏できずさまよい続けている兵士の霊を捉えたものなのだろうかというものなんですけどね。ただ供養されたくて来てるってことなのかな。なのかね。供養するための儀式なんでしょ、うん、いや、まだできてないよって言って出てきたみたいな、うん、やっぱそういう土地なんだよね。やっぱ歴史がこういう風に積み重なってる。そうだろうな、うん、これはこれはなんかリアル映像な気がするな、そう考えると。あ、昔のやつだとしても、うん、なんかそんな気するよね。どうやって撮ったのかも分かんないしな、ああいう消えたり現れたりみたいなね。そうね、昔の方ができんかあんだね、うん、ねえ、気はするよね。はい、ということでテレビ CM に映り込んだ仕入れ映像を紹介していきましたが、うん、パルマ君どうでしたか。いやー、すごいですねやっぱり、うん、テレビに映るってやっぱり本物な気はしちゃうんだよな。なるほどね。全く関係ないところに映ってるじゃん、心霊とか関係ないところで、うん、あの手のやつだってそうだし、うん、いや、そうなの。だからさ、うん、心霊特番みたいな、ぐやーん、恐怖の夜みたいなさ、うん、パパパパパってコウモリが飛ぶような番組とかあるでしょ。まあ、たまにあるか、ね、そういうのとかで映り込んじゃうと、うん、ちょっとあれれると、うん、こんな都合のいいことあります、うん、っていうのとかね、あったりするけどさ、ね、ただやっぱり CM だったりとかさ、うん、ちゃんとね、ちゃんとしないとむちゃくちゃ怒る人がいるわけじゃない、ね、広告代理店さんとかさ。そう、ね、むしろなんか放送中止とかなったらね、余計めんどくさいことになるもんね多分ね。張り手じゃ済まないぜ。本当だよな。張り手さ、そりゃ済まねえよ。そう、張り手なんかじゃ済まねえよそりゃ。っていう賠償金とかの話だもんね。そうなってくるから、やっぱそういうこともしないだろうしね。そうだね、うん、って考えるとやっぱりその心霊番組ではなく、うん、そういうCM だったりとかっていうものに関しては本物の映像の可能性が大だと、うん、いやと思うけどね。 G&G 認定です。おー、出た。おめでとうございます。あ、おめでとうとかなんだこれ。これはおめでとうございます。ありがたい話なんだこれ。そうだ、誰にあげたのこれ。だから CM 作った人にこれは G&G ですよって俺は認定しましたから。以上、うかすりでした。あれ、あのポケベルのブルブル震えた人、幽霊で震えてたぞってところあると。あー、そういうこと。チャンネル登録と高評価、ベロリンティア。